計は打率364、オプス 1.107 などでリーグトップの成績。ドジャース421ナショナルズ、日時間24日、ワシントン DC ドジャース、大谷翔平投手は23日、日時間24日時点で打率364、36安打など、打撃の複数の部門で、ナリーグトップの数字を残している。大注目の中での移籍、マミコさんとの結婚、そして水原一平容疑者の騒動など、オフシーズンから激動の日々を過ごす中での圧巻の成績に、米局、フォックスでアナリストを務め、大谷マニアとしても知られるベン・バーランダー氏が敬意を示している。バーランダー氏は、自身の X、旧、ツイッターで、直近の大谷のここまでの主な出来事を羅列。新しい球団、町に移った。内側側副靭帯の手術を受けた。北米の歴史上最高額の契約を結んだ。プレッシャー。結婚。2025年の登板に向けて、肘をリハビリ中。巨額の窃盗の被害者に、連邦当局の捜査に協力。親友を失った。フィールド内外で、インパクトが大きい出来事を経験してきたことを強調していた。超大型契約による、計り知れない重圧や水原容疑者騒動による、心身への負担などは、想像に難くない。同氏は、そして、それでも、この数字を積み上げているとして、人生に大きな影響を与えるイベントが続いても、超人的な活躍を見せる大谷に驚くしかなかった。大谷は23日、同24日の敵地、ナショナルズ戦で2試合連発となる6号を放つなど、ここまで打率、364、36安打、長打率、677、オプス 1.107 は、リーグトップとなっている。大谷の活躍ぶりに、ファンも、エリートな選手がエリートな数字を積み上げる、才能だけでなく、この成績の裏には、計り知れない努力がある。こうして見ると、大谷君去年の秋から、波乱万丈すぎるだろ、フィールド内外で、史上最高と称賛する声を寄せていた。フルカウント編集部。